はい、皆さんこんにちは。井川直輔です。ストリートインストラクターの井川直輔です。はい、今回は、サムイフじゃなく、サムイフの、派生バージョン、サムイフスやっていきたいと思います。これが分かれば、カウント系とカウントイフスさえ分かればですね、まあ、大体集計もできます。カウントイフ、失礼しました。サムイフスに関しては、いつ、どの商品がどれくらい売れたかと条件をつけて合計することができますよっていうことなんですね。はい、今日はこれを勉強していきたいと思います。またサンプルファイル上げておきますので、欲しい方はどんどん勝手に持ってってください。最近なんですけど、ダウンロード数がなんかすごい多くてですね、びっくりしてるんですね。誰か私いたずらしてるのかなって思うぐらいに、まあ、そんなこと言ったら失礼なんですけど、すごいダウンロード数もですね、いっぱい、たくさん落としていただきまして、本当に嬉しい限りであります。はい、何回も言いましたけど、このチャンネルはですね、まあ、競馬はちょっと絡みますけど、アクセスエクセル1本でいきたいと思っております。はい、では画面切り替えたいと思います。あなたのハートにアクセスしたい。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。サムイフスをやっていきたいと思います。すでにもうちょっと画面は出ております。皆さんの会社でもよくこういった指標って見かけるんじゃないでしょうか。例えば10月1日に、まあ、私これあえて所持金と言いましたけど、10月1日に例えば、ウィルビーさんが、例えば品物を、まあ、31円売ったっていうのはちょっと現実的ではないかもしれませんが、10月1日の、ウィルビーさんが31とかレイナルドとかっていうふうなことを、よく会社でやってるんじゃないかなというふうに思います。サムイフっていうのはそんなに重要ではないですけど、サムイフスっていうのは結構を使いますので、これはぜひとも、習得していただきたい知識だというふうに思います。データベースに関してはこの日付、つまり何日にアースキンの合計金額を調べたいというような場合、例えば、10月1日には、タイが3匹売れて合計金額が3000円だったとか、そういったものを出すときに使う関数になります。はい、で同じく集計関数なので、先週言ったように選択範囲をダッとで列ごと選択をして、検索値をやると、それで合計の数を求めるというふうになります。じゃあ早速やっていってみましょう。数式、関数の挿入だ。ここに、サムイフ数はないので、まあここからね、選べる関数もあるんですが、私は大体すべて表示とします。そうすると、アルファベット順に並ぶので、サバチていってありました。サムイフス、これを選択します。はい、そうすると、またこのウィンドウが立ち上がってきまして、合計対象範囲というふうになってますので、どこを合計したいのか、ここ。ずれたら困るので、絶対参照します。はい、条件範囲はどこなのかっていうと、アースキン、ここですね、の条件、この人。はい、列をずらした、この A 列、ここから固定したいので、向かって文字左側にドルマークをつけます。条件範囲、今度は合皮を選択します。ここ絶対参照の10月1日、これは横に、縦じゃなくて横にスライドさせたいので、アルファベット向かって、右側にドルマークを打ちます。これで完成です。はい、でここをずっとこう引っ張っていくと、でやると、はい、出ましたということに。難しくないですよね。ちょっともう一回やってみましょう。はい、一番このアースキーの10月1日のところに、関数を選びますと、
これは最近使った関数でサムイフスが出てくる、はい、あのサムイフスが出てくるはずなので一番上のものを選択します。対合計対象範囲、それはアースキンの持っているお金で、ここを3つ続けるので絶対的に、ここをずらしちゃいけないので絶対参照、はい、条件、あら今僕エンター押しちゃいましたね、すいません失礼しました、もう一回いきます、失礼しました、数式の、はい、サムイフスの合計対象範囲の、お金をどれだけ持っているんですか、はい、次条件範囲、それはシート3の名前の欄、ここもずれちゃ困るので絶対参照にします。条件は何、名前アースキン、はい、条件範囲次何か、日付を選択します、はい、条件2、ここは向かって文字右側にドルマークを出しますと、はい、ここまでずっと引っ張ってってカチカチっと、あ、はい、出てきました。これで終わりになりますね。はい、いかがでしたでしょうか。これが関数でやる SUMIF 関数になります。はい、じゃあ、これをマクロでやったらどうなるんだと。はい、ちょっとやってみましょう。マクロでやったらこうなります。SUMIF 数を選択するとこういうふうにダーッと出てきます。はい、終わりました。はい、じゃあマクロの、コードを見ていきたいと思います。これはあもうあのサムイフスと、一緒でして、サムイフと一緒でして、ワークシートファンクションもあの ここまでは一緒です。要はこのワークシートファンクション、ちょっとこれ文字ちっちゃいですね。このワークシートファンクションサムイフス、まあ、これ当然サムイフからサムイフスに変わります。で、ここが、所持金のところ。で、ここが、名前のところ。いっぱいこのデータベースになってたところの名前のところ。で、検索値、これ名前をここまで選んで、ここが日付のところ。で、ここが横列のところというふうになってます。まあ関数かね、これで、やるかって言ったら、まあ全然関数の方が簡単なんですけど、考え方としては全く一緒になりますので、ね、うん、サムイフス、なんていうんですかね、関数もマクロもできるようにしておくと後々便利かというふうに思います。はい、じゃあちなみになんですけど、マクロとそれから関数の弾き出した数値が正しいのかどうかということ、はい、マクロとそれから、関数が一致すればこの赤い×になっているところが全部、丸に変わります。ああ間違えた、よいしょ、はい、終わりました。じゃあちょっと見てみましょう。果たして全部丸になってるのかっていうと、ちょっと
画面小さくしました。はい、赤いバツは1個もないですよね。全部丸になっているはずです。つまり、私の作ったマクロのコードとサムイフスの、関数の数値は合っているということになります。はい、これがすごい、重要な内容になっております。はい、カウントイフ、それからカウントイフス、サムイフ、サムイフスの説明は以上になります。あの説明はすごい至らなかった点あると思いますけど、これが分かれば、上司の方からこういったデータベースを渡されたときに、例えばこの、データベースの中にアースキンって何人いるんだとか、まあ、アースキンが何人いるかっていうのはちょっと、聞かれることはないと思いますけど、そういった集計関数っていうのはすごくできるようになってくると思います。集計ですね。で、私も今なんかこうやって偉そうに動画でいろんなことを配信はしてはいますけど、私もここから始まったので、なんかExcelって面白いじゃんみたいなことになってきました。で、Excelができるようになって、じゃあどうなんだろう、もう競馬のことってなんかうまくできないのかなとかで、アクセスってあるけどどんだったんだろうっていうようなで、Excel よりもアクセスの便利なところっていうのはどんなところなんだろうって、その興味本位のところから、こういうふうに、皆さんと、縁を持つことができましたので、まあ非常に私にとっては今は会社で使ってるよりもこうやって皆さんと出会えたので、よりいいツールに私にとってなってますね。ソロマンとか電卓とかで計算するっていうのもこれはものすごい重要かもしれませんけど、それはただ計算をするというだけのことで、勘違いしてほしくないのはそういう方を決してバカにしてるわけではないです。いや、私にはもう一生ああいうなんか電卓とかソロマンとかっていうのは全然できないのですごく尊敬するんですけれども、会社では単なる計算ではなくて CSV ファイルを渡されてこのデータを分析しろって言った時にはやっぱりExcel を使えた方が絶対にいいと思いますので、一つ皆さんの、スキルにしておいてほしいと思います。はい、では今日はこの辺で失礼したいと思います。質問等ございましたら本当にどんどん遠慮しないでコメント欄に書き込んでください。できる限り回答させていただきたいというふうに思っております。また高評価といただければ、本当にモチベーション勝手に上がってきますのでよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ご興味のある方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ストリートインストラクター井川直輔がお送りしました。次回はそうですね、カウントイフ、それからサムイフとかのスピンオフバージョンでちょっと会いたいと思います。こんな、データベースを使わなくてもちょっと知ってるだけで、こんな便利なことがあるんだっていうことを皆さんにご紹介したいと思いますので、ぜひお楽しみにしておいてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。